現在リーグの第10位、青のユニフォームがビファーレン長崎です。そして今日は黄色のユニフォーム、前半が今スタートしました。右にエンドを取ったのが青のユニフォーム、そして長いボールを送っていく、ゴヤが走る、ゴヤと米倉のマッチアップだ、うん、さあ先輩後輩、さあここはゴヤ勝った、シュートっていった、うん、ーゴール右側、大竹選手からゴヤ選手のラインですよね。これはもう長崎の強みの一つです、はい、そしてこの状況的にも悪いんですけど、このユーモアあふれるドリブル、この堀米縦に送っていく、工藤だ、そしてリターンを受けて、うん、パスを送っていった、さあ前が空いている、ダメだシュート、ーキーパー防いだ、さあどうする、エベルトもクレーベもまだエリアの中に入っている、エベルトか、シュートはクロスバー、下平よく見ています。そしてタメダ、うん、縦に送って下井だ、さあ中にはクレーベがいる、ヘディングは決まるか、まだ割ってない、決まったか、決まった、千葉先生、堀米今シーズン初得点、置くのかというところで下平選手パス&ゴーだったんですよね。そこからのやっぱり来たかというこのふんわりボール、これに対して怪我でしばらく戦列から離れていた岩井も、さあシュートゴヤ、ゴールクロスバーの上、そして下平、新井も中にいます。どこに合わせる、中央クレーベ、決まった、2点目、倒れ込みながら足でねじ込んでいきました。千葉がリードを広げます。81分、クレーベ3試合ぶり今シーズン16得点目、クレーベ選手の強さですよね。もう黒木選手がこれタイトについているんですけど、駆け引きのうまさ、リーチの長さを生かしてゴールに流し込んだという素晴らしい得点シーンでしたね。またこの堀米選手のボールも良かったですよね。こちらが先に触るかというところ、もうボール1個分だったと思うんですけど、吉岡トラップミス、ここで長い笛、試合終了。ジェフユナイテッド千葉、4試合ぶりに白星を手にしました。